デズデモーナ。こうして権力は地に落ちたのね。何十年もの時間、数えきれない犠牲者、あなたのおかげでみんな報われた。ディーコンは初めからずっと自分の計画だったと言ってる。インスティチュートが消えたらレールロードはどうなるの？昔私たち古株はインスティチュートのいない暮らしを持って有頂天になった。でもその時、この仕事はそうすぐには終わらないと悟ったの。連邦の奥深くに憎しみは残っている。地面よりも深いところで。彼らには人造人間はインスティチュートの圧迫感を具体化した存在なのよ。あなたが休暇を切望しているのなら気持ちはわかる。だけど次の任務の準備はどう、フィクサー？私たちがあれだけのことをしたのに、連邦は私たちを憎んでるの？どんな証拠が出ようとも、心の狭い人間は卑しい偏見にとらわれるのよ。そしてこの場合、彼らを責められる？この世界の脅威を排除したのは偉大な軍隊でも素晴らしいテクノロジーでもなかったんだから。理想を強く信じて、その強さから何か偉大なものへと変貌した一握りの献身的な男女だった。私たちは自分たちの物語を話すけれど、結局誰が私たちを信じるというの？準備はとっくにできてるわ。それを期待していた。私たちの隠れ家は連邦の外でのより良い暮らしを求める人造人間であふれるでしょう。インスティチュートの全員が死んだわけじゃない。報復はないと決めつけるのは馬鹿げてる。本部に戻って、私たちの最後の人々を自由へと率いて。皆さん、私たちは何年にもわたってあなたの仲間を数多く救ってきた。何も言わなくていい。彼らを守ってくれるのか、私たちは安全なのか。インスティチュートの外にいるからといって安全とは限らない。それにレールロードの仕事は終わってない。目の前にたくさんの仕事が待っている。でも一緒に目標にたどり着きましょう。あなたがやった。私たちがやったんだ。終わった。時々誰かに見られている気がする。嫌な気分。いいわ、あなたがいる。インスティチュートの見ていないところで主要な場所を秘密で警備して、人造人間を連邦の外に早く逃がすようにする。これをゆっくりと確実に行わなければならない。逃げた後もずっと安全に生活していけるように。連邦を去らないといけないの？それをお勧めするわ。キャピタルウェイストランドではチャンスを見つけるのはとても大変なの。そして人造人間だとバレてもほとんどの人は気にしない。でも最終的にどうするか、選択肢は彼らにあるわ。パムかキャリントンには間違いなくあなたの助けがいる。休む暇もないわね。連邦は俺らのおかげで成功だな。君が成し遂げたこと、我々が成し遂げたこと、悲しいことだが我々の仕事は終わりじゃない。トムは最大限の努力をしてくれたが、インスティチュートから脱出させた人数が多すぎたし、急いでやりすぎた。多くの人造人間とその他の避難者たちは手当たり次第にテレポートさせられた。混乱した哀れな者たちは偏屈者たちの絶好の標的になっている。捕まった人造人間を助けるために英雄となった君が力を貸してくれることを願っている。状況はどのくらい悪いの？わからない。避難は混乱の中で行われたからな。何人の人造人間が危険な場所にテレポートされたのかすらわからない。この問題の解決にはかなり長い時間がかかるはず。人造人間を救うためにここにいるの？君ならそう言ってくれると思っていたよ。人造人間を解放したらこのケアパッケージを渡してくれ。処理のためにバンカーヒルへ戻るよう命令する。彼らはマーサーの隠れ家へ行くことになるはずだ。最大許容人数を超えていない隠れ家はあそこだけだ。幸運を祈る。レッドクレアでのベルチバードについて知ってるか？トムたちが燃料を入れてくれて準備万端だ。あんたを乗せていける。シグナルグレネードもトムが準備してくれるはずだ。
TOS は連邦の予測問題要素から外されました。推論組織の残党は人間を主体とした行動の予測が難しい集団に変化したと思われます。警告、この変化によって未知のリスクにおけるレールロードの作戦行動の成功は予測可能なマトリックスに解決方法 BOS の変数を排除します。奴らはどの程度の脅威になるの？独立した集団は組織だった時に比べより不規則で多様な活動を行っています。仮定 BOS の集団が持つ可能性は連邦のそれを上回ります。結論、独立した BOS の集団はレールロードが目的を達成する上での大きな悩みの種と混乱の原因になる可能性を秘めています。対処する必要があるよね。皇帝、パトロールを発見し分析しました。対象のデータを共有。チャンスは正面だった。本当のインスティチュートはまだそこにある。ねえ、何か必要？何もいらないわ、トム。わかったわかった。こちらラジオフリーダム。連邦全域で湧き返っている最近の話題といえば、旧 CIT の跡地で起こった巨大な爆発に尽きる。こちらは確認済みの情報だ。あそこはインスティチュートの隠れ家だった。そしてインスティチュートは崩壊した。繰り返す、インスティチュートは崩壊した。伝えられる情報ではレールロードがインスティチュート内部に潜入、人造人間の反逆者の協力を得て彼らはインスティチュートの核融合炉を爆破した。現在の状況を顧みると我々は人造人間に対する印象を改めなければならないようだ。彼らの犠牲によってここ数十年で初めて我々はインスティチュートの陰湿な脅威から解放された。このことを忘れてはならない。連邦全域に平和と自由を取り戻すまでまだまだ道は長い。だが今回の出来事が大きな一歩であることは間違いない。こちらラジオフリーダム。連邦全域から報告が舞い込んでいる。こちらは確認済みの情報だ。 BOS の飛行船は破壊された。現在手元にある最良の情報によるとその手柄を立てたのはレールロードだ。もしこれが本当なら連邦全体が彼らに借りができたことになる。 BOS が現れて以来連邦の自由を脅かすその脅威は誰の目にも明らかだった。レールロードは勇敢にも自由のための一撃を奴らに食らわせた。その功績は長く人々の記憶に残るだろう。すみません。これはレールロードにとって大きな打撃だ。最近は落書きされることが多い。このランタンの絵について何か知っているか？護身用品が大セール、手作りの品だよ。一つだけ言わせて、パトリオットはインスティチュートからうまく逃げられなかった。彼は避難中に死んだ。わかった。リアムに何が起こったの？詳しくはわからない。あなたも知らないの？この文字を読んで、それから破り捨てて。もうそのことは話さない。
みんなここにいるわ。インスティチュートを相手に戦いを挑むのには多くの犠牲が必要よ。我々は多くを失った。ハイライズやグローリーのような偉大なヒーローを、そして他の多くの人々も。最後の打撃は特に痛いものだった。不公平だったわ、パトリオット。何年もの間パトリオットは秘密の武器だった。彼は多くの人造人間を逃がして自由の身にしていた。その勝利は危険に満ちたものだったけど、とても貴重だった。彼の最後の犠牲により人々全体の生活がより良くなった。彼を英雄の場所に埋めるは以上よ。デズデモーナ、インスティチュートの問題が解決し、現在進行中の任務を再検討しているの。 L&L ギャングは今現在私たちにとって最大の脅威よ。グローリーもずっと彼らに対応するよう訴えていた。ようやく彼女の願いを叶えられるわ。 L&L ギャングって？ギャングというよりはレイダーに従うだけのグループという感じね。奴らは他の悪党と違い、人造人間を見つけて処刑する残虐行為に異様な喜びを感じているわ。コーサーよりも奴らに殺された人造人間の方が数が多いわ。気持ちはわかるわ、デズデモーナ。できるなら彼女に頼みたかった。 L&L のリーダーの一人を発見した。名前はラッキー・テイタム。任せたわよ。